山田さん、聞こえますか？来ました。はい、聞こえますよ。あ、どうもどうも、やってもどうでしたか？イエーイ、イエーイ。あそこにほら、あの少しあのさ、人が二回りくらい大きい人がいるじゃん。あ、やっぱりそう、見えないね。あの、なんとなく体重が90キロくらいありそうでした。はい、大体そんな感じでございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、こっち盛り上がりましたよ。盛り上がった。盛り上がりました。盛り上がりましたよ。いや、いいっすね、これ。すごいね。うん。すごい。隣に、あの、中村さんが行ってもらってるんで。お願いします。はい、そうですね。はい。はい、小山さん、どうぞどうぞ。あのお互いに、自分のことがどのように見えているかさっぱりわからないまま、あの2時間こちらでやってまいりましたけども、あの途中を素晴らしいこの僕がここから首都高の天井がすごくユニークに映っているのが見えてるんですけど、陸の皆さんは見えてるのかな？ぼんやり見えてますよ。結構見えてる。うん、見えてる、見えてる。あ、OKOK。で、これからあの、やることを簡単に説明しますと、乾杯しますね。はい、皆さん、あの乾杯の、ね、8時10分になったら、あ、ここで史上初の船と陸でですね、同時水辺で乾杯というのをやりたいと思います。はい、ドリンクの、ね、交換はですね、あのこの川を見て左手奥の方に、台がございます。向こう側 の、パワーカフェさんの向こう側ですね。あそこにちょっと出店が出てるんで、そこで交換を皆さんお願いいたします。半径ので緑色のやつを使ってくださいね。誰かあの僕の分も交換してください。ありがとう。いや、すごい幻想的ですよ。ちょっと動かしてみよう。今ですね、これから皆さんにご覧いただくんですけども、ムービングライトがどのくらいすごいのかっていうのを、解説しながらやってみたいと思います。このムービングライトがですね、全部10台使います。あ、ムービングライトは今オペレーターの方がちょっとキュッキュッと動かしますんで、ほら、いいでしょ。はいはい、今コンピューター制御ですね、若きオペレーターの女の子がですね、この装置をいじりながらですね、この空間を演出しているわけですね。素晴らしいですね。はい、普段は絶対ここではありませんよ。はい、この今日特別にですね、演出と台本がなければここは絶対やらないんですけども、今回はちょっとやってもらいます。で、ここにあの皆さんから見ると真空管のように見えるこのドームがありますね。で、これは、今回のためだけに開発された特別なドームのように見えるんですけども、雨に濡れないために、屋外コンサートなどで使われるというキャップ、ドームですね。ね、で、それをですね、全部10台、設置していただいて、絶対水になればですね、何億円ということになってしまいますので、濡れないために。で、このムービングライトは普通は天井にぶら下げます。ディスコだとか、まあ、ショー、エンターテインメントの空間の天井にぶら下げます。まあ、それを逆に船のにつけて、逆に天井を照らしてみよう。護岸を照らしてみよう。という少し大胆な実験をしようとしましたね。まあ、そのことにプロの照明の人たちも、本当かなみたいな。最初は非常にあの疑いの目で見られながらですね、その人たちと一緒に、今日まで、ね、作ってました。本当に素晴らしい装置をこう作ってくれて、それからあのさっきチラチラと言ったのはミラーボール、
この船は2台搭載してまして、とてもあの普段では全く見られないようなミラーボール演出が行われます。いや、めっちゃかっこいいですよ。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいです。いいでしょ、うん、多分これ世界で初めてだと思います。船にムービングライトを搭載している。今皆さんは、私たちは今歴史的瞬間に立ち会っているわけでございますよ。いや、この上のやつに目を奪われるところもありますけど、下の方に向けてるライトもですね、こう、このなんか水門がこう護岸に反射している感じが素晴らしくかっこいいですね、これ。いいね。なんか思わず黙ってしまいますけど、こう味わい深いのがあるね。本当そうですね。これでもまあ、この陸とあの船の上でこうマイクをこう交互にこう話すのもこれ多分初めての試みじゃないかなと思うんですけど、ちょっと僕感動してます。ね、山本さん本当にあのご苦労様でした。実はその今向こうに進行していた山本さんが今まではこちらに乗っていて、このダンデリア準備やらディレクション全部やってるんですね。で今日は私はこの乗りたいためだけにこちらに来てですね。進行しているということで、山本さん本当にご苦労様でした。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。彼がこの大胆的なですね、アイデアを実現するために、自分の友人たち、持てば会ったこともない人たちとたくさん会うことでこの船が実現しました。途方もないことほど実は実現しやすいんだって僕はいつも思うんですね。でとんでもないアイデアこそすごくスピーディーに進みますね。で今私たちはとんでもないアイデアを